先帝は南朝鎮の第四代皇帝。正は鎮、弓川、鎮道団の次男として生まれた。小生元年におじの鎮派先が法慶の乱を平定して慶口に駐屯すると南朝張の元御門が鎮派先の指定の趣旨を求めたため、鎮は皇領に赴いて自家豪将軍、中所次郎となった。昭政三年に皇僚が 正義の信仰により陥落すると、陳は漢中に連行された。英帝元年に陳が建国されるが、陳の身柄は北州に置かれたまま、陳の司教軍王に封じられた。英帝三年に兄の文帝が即位すると、安成王に改め封された。天吉美三年三月に北州から帰国し、自中、中書館、中英将軍の位を受けた。六月、死自説。 トトクアゲミナミ、ジョアズマアゲミナミヨキ州所軍寺、洋州市市となり、表記将軍に進んだ。天ヨシミ年四月、海府義堂三市の暮らいを受けた。天ヨシミ年四月には四空に登った。天安市元年三月、小書令となった。四月に、文帝が崩御するにあたって、劉七や、至る中あがらと共に、陳白州の補佐を移命された。 陳白州が即位すると、5月に、陳は、使と、表記大将軍、六将所持、都督中外諸軍事となった。皇大将元年には、劉七や、至る中巨羅を排除して陳朝における、独裁権を確立した。翌皇大将2年1月に台風に進み、徒を兼ねた。11月、陳太号の例により、陳白州が廃位された。大の県元年1月、 健康の対局前伝で皇帝位に就いた。太市立て2年4月には、廃帝の臨海、王智雲白州を殺害している。即位後は、水路の整備や開墾流民対策や、租税の減免などの内政に力を注いだ。対外的には、太市立て5年に、五名鉄の北伐により、北西からワイ南地方を脱出した。しかし太市立て9年に、 北州が北西を滅ぼして、河北を統一すると、その圧迫を受けるようになり、翌太子立十年の路領の戦いの敗戦によって、ナ南の領土のほとんどを失った。太子立十二年に、北州で、芝昌南の乱が起こると、これを支援し、その敗北後は、亡命を受け入れた。太子立十四年に一月、病のために、潜伏殿で放御した、四十二人の男子を設けた。 ありがとうございます。